1984年6月のある日、大阪府堺市の路上を一人の少女が歩いていました。吉田ひとみちゃん、当時7歳です。ひとみちゃんは同市西区浜寺諏訪の森町中1丁目に暮らしていた会社員の長女。彼女は背後から何者かが近づいていることを察知します。近づいてきたのは男のようでした。走って逃げるひとみちゃん。不審人物から逃げ切ることはできたのでしょうか。その後、6月29日の夜のことでした。同市北区北長尾町の雑居ビルの地下1階トイレで女児の遺体が見つかります。それは吉田ひとみちゃんのものでした。遺体には服が乱れていた形跡もありました。どうやら追いかけられた後捕まってしまったようです。壁には犯人のものとみられる指紋も残っていました。幼い少女の命を奪ったのは一体誰なのか。警察はこの指紋を採取し捜査に乗り出しましたが、思いのほか難航します。翌年の1月、大阪府警捜査本部はようやく一人の重要参考人に行き着きました。果たしてその人物とは。1985年1月、大阪府警は堺市北区新金岡町2丁目に住む田辺信明という男に事情聴取をします。ひとみちゃんが見つかったトイレの壁についていた指紋はこの男のものでした。着々と田辺の逮捕の準備を進めていた大阪府警。しかし、それに水を差すような出来事が起こります。田辺が事情聴取から帰宅後、自宅のある団地から飛び降りてしまったのです。自ら命を絶とうとしたこの男。結局一命は取り留めましたが、腰の骨を折るなど重傷を負いました。これによりこの捜査は中断せざるを得なくなります。その後田辺は結局逮捕されず、堺女児事件は暗礁に乗り上げたかに見えました。しかし事件から4年後の1988年7月、警察はついに田辺信明の逮捕に踏み切ります。その容疑は恐喝未遂。田辺は知人女性からお金を脅し取ろうとしたことで逮捕されました。ひとみちゃんの事件とは無関係な別件逮捕ですが、拘置所にいた8月29日、この男は再逮捕されます。今回はひとみちゃんを殺害した容疑での逮捕でした。実は田辺は取り調べ中に彼女を殺害したことを自供したのです。大阪地検の見立てでは、この男は北長尾町の雑居ビル近くでひとみちゃんを発見。この時はひとみちゃんではなく知人の子供だと思って近づいたそうです。ただ逃げられてしまい、地下まで追いかけたところ、結局勘違いと判明。ただ田辺はそれに気づいた後も可愛いと思って引き止め、ひとみちゃんが騒いだため、右手で首を絞めてしまったとのことです。こうして起訴された田辺は、被告人として公判に臨むことになります。犯人の自白によって、ようやく決着がついたかに見えるこの事件。しかし、この後、裁判は異例の展開を見せます。一体何が起こったのでしょうか。起訴された田辺信明ですが、この男は一旦は犯行を認めたものの、その後は否認に転じていました。そのため公判が始まってからも無罪を主張します。論告休憩で検察側は、現場となった雑居ビルのトイレに田辺の指紋が残っていたこと、さらに事件の1年後にこの男が現場を訪れてひとみちゃんの冥福を祈り花などを供えていたと指摘、7歳の子の命を奪った上に犯行を全面否認、情状酌量の余地はないとして無期懲役を求刑しました。迎えた1991年3月25日の判決公判に、田辺は白のセーターに黒のズボンという格好で出廷します。こんな男に下された判決はなんと無罪でした。幼い子供を殺害し容疑を否認しておいて無罪とは一体どういうことでしょうか。実は裁判長は論告休憩の場で検察側が証拠申請した田辺の自白調書11通のうちの大半を捜査員による誘導の疑いがあり任意性や証拠能力がないとして採用を却下していました。検察側の異議申し立ても棄却しています。この証拠採用却下によって彼らは苦しい立場に。なぜ自白調書が証拠として認められなかったのか、
それにはこんな事情があります。田辺は自白して再逮捕されてから5日後の1988年9月3日、捜査員たちにはっきりと私はやっていませんと伝え否認に転じました。それまでにこの男は実に2ヶ月にわたって拘束を受けています。薄暗い取調室で長い時は1日10時間にわたる取り調べを受けた田辺。刑事たちはこの男の左右の耳に紙コップの底を抜いたものを当て、絶えずガンガン怒鳴りつけたそうです。それだけでなく、胸を何回も指先でつつかれ、青紫色の耳ずばれができたと田辺は主張しています。こうした拷問のような扱いに耐えきれず、ついやりましたと嘘の自白をしてしまった。これが田辺が当初罪を認めた理由とのことでした。捜査員たちはもう一つ、この男から犯行を打ち明けられたという女性の証言を重視していました。しかし、これは法廷では曖昧なものに終始し、確信をつくまでには至らず、女性はアルコール依存症の影響が出ており、証言は誤りである可能性が高いと、その信用性は否定されています。おまけにこの事件は、肝心の物証に関しても決め手に欠けていました。田辺の自白と犯行現場から分かった客観的な状況等を照らし合わせると、次のような疑問点が浮かび上がります。括弧1についてですが、トイレの壁にあった田辺の指紋はたった1個です。あまりにも少なすぎるため、これは別の機械に付着した可能性があるとされ、事件との関連性は否定されました。ひとみちゃんの指紋に関しては現場から一切見つかっていません。次に括弧2について、これに関しては、ひとみちゃんと同じ体重20キロの人形を使った検証を行った結果、犯行自体実行不可能ではないかという疑念も生じました。こうした結果、田辺の犯罪であるという証明がないと結論付けられたのです。恐喝未遂罪についてだけ脅迫罪を適用され、罰金10万円を言い渡された田辺信明。無罪という言葉を聞いて直立したまま思わずありがとうございますと声を上げています。晴れ晴れとした表情で大阪府堺拘置所の玄関から出てきたこの男、報道陣から受け取ったタバコをうまそうに吸いました。その後田辺は弁護団と共に記者会見に出席、嬉しいですと目をしばたたかせて釈放の喜びを口にしました。罪をでっち上げられて逮捕され、悔しい。腰が重いのにコルセットもさせてもらえなかった。と拷問のような取り調べを行った警察に対しては怒りをあらわにしています。田辺はこの記者会見で自身の家族に対しても言及、3年間ずっと私の2人の子供に会いたいと思っていた、お袋も1000日近い間だいぶ苦しんだだろうと溢れる涙を拭い顔をくしゃくしゃにしながら語りました。実際に田辺の母親は、しとらんことはしとらんのやから当たり前の判決や、これまで疑われてきてどんなに苦しかったことかと胸中を明かしています。地獄から這い上がったような気分ですと無実の喜びに浸る田辺。ただ、ひとみちゃんのご遺族はどうでしょうか。事件から7年も経った末に下された判決が無罪では納得いくわけがありません。その無罪判決から9日後の1991年4月3日、大阪地検堺支部は大阪高裁に控訴します。一方の田辺も訴訟に出ました。週刊新潮の記事が自身の名誉を傷つけるものに当たるとして、発行元である新潮社に対して慰謝料100万円と謝罪広告を求める訴訟を大阪地裁に起こしたのです。無罪判決がまるで間違った判断であるかのような印象を読者に植え付けたと田辺は主張しましたが、本当のところはどうなのでしょうか。実際にこの男の取り調べを行った捜査員は次のように語っています。暴行など田辺が言うような問題はなかった。そもそもこの事件では捜査側に十分な裏付けが欠けていました。あるベテラン捜査員は、殺しは物と裏付けと語っています。物証と裏付けを出すこと、その鉄則に従うことこそが殺人事件の裁判において重要です。ただ今回は最初から田辺を犯人と決めつけ、その自白を重視したあまり地道な捜査を怠った結果、こうなってしまったと見られました。1994年、田辺は控訴審に臨むことに、もう検察側の敗色は濃厚、かと思いきや、さらに驚愕の展開を迎えます。
件発生から10年目となる1994年5月11日、白シャツにベージュのカーディガン、白と黒のチェックのスラックスといういでたちで判決公判に臨んだ田辺。裁判長への前に出なさいという言葉に促されたこの男は、緊張で足を小刻みに震わせながらも、裁判長の発する言葉に大きな期待を寄せていました。一審の無罪判決を受けた後、田辺はしばらく療養を、その後いくつかの飲食店で調理師として働きましたが、控訴審の数週間前から裁判に備えて休職しています。それもこれも再び無罪判決を受けるのを心待ちにしていたため、心の準備は万端、いよいよその時が来ました。裁判長から発せられた言葉は、原判決を破棄する。被告を懲役20年に処する。ビクッと肩を震わせ、じっと前を見つめたままショックを浮かべる田辺。逆転有罪です。なぜここに来て判決がひっくり返ったのでしょうか。控訴審では新たな証拠調べとして現場のトイレに残されていた体毛が田辺のものと酷似していることについての証人尋問が行われました。さらに高裁の裁判長は一審でその信用性が否定された自白調書のうちの3通を具体的であり信用できると証拠採用しています。また一審では信憑性がないとされていた田辺から犯行を知らされていたという女性の証言もここでは明確であり不自然とすべき理由はないと結論付けられました。被告人の犯行に疑いを入れる余地はない。一審では否定された検察側の主張に沿った厳しい言葉の連続に田辺は頭を垂れてうなだれ大きなため息をつきました。一方、ご遺族であるひとみちゃんの母親と祖母は判決をじっと唇を噛みしめながら聞き入っています。母親は、やっぱりそうですか。それでもひとみは戻らないですからと、その胸の内を明かしました。結局、同じ証拠で一審二審が正反対の判断をするという異例の事態に、裁判終了直後、田辺は弁護団席に歩み寄り、無罪じゃないんですかと繰り返し発言。ショックのあまり混乱し、判決内容をよく理解していないように見えたとのことです。弁護団も自白だけに偏ったひどい判決だと怒りを表明し、最高裁に上告しました。しかし、1996年5月15日、この上告は棄却されます。これによって懲役20年という大阪高裁が下した二審判決で確定しました。事件発生から約12年経ってようやく終結。無罪判決が出るだけでも異例なのに、その後逆転有罪となるという異例尽くしの経過をたどったがため、これほどの時間を要してしまいました。田辺は最初に警察から事情聴取された後、自宅のある団地から飛び降り、自ら命を絶とうとしています。本当に犯人でないのであれば、こんなことをする必要はないのでは。二審の判決公判の後、ひとみちゃんの母親は、ひとみは苦しんで死んだのよと叫び、改めて悲しみに浸りました。もし今回の事件に巻き込まれなければ、彼女は今頃47、8歳を迎えており、子を持つ母親として、またビジネスパーソンとして社会で活躍していたかもしれません。そんな多くの可能性に満ちた幼い少女の命を奪った罪は、あまりにも大きいものと言えます。ただ、そんな田辺信明は、すでに刑期を終え、出所済みです。裁判の推移からも、社会の注目を集めたこの男。今、どこで何をし、何を思い、人生を歩んでいるのだろうか。